カニにはスター性がない。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。あのね、カニって聞くとね、俺らこう何その中流家庭はね、あの育ちはね、なんかこう豪華だなとか思うでしょ。でいてこうなんかこうなんか食べ行くって、金の高い値段高いもの食べ行こうとカニとか言うでしょ。だからイコールカニにスター性があるのかっていうとね、あ、そんなことはないなってことを思い知らされたね。まあこの間仕事の帰りに新幹線乗って、でキオスクでグリーン車の中で何をこのビジネスマンは読もうかなと思って、まあ、日刊現代を買ったんですけど、したら日刊現代のなんかこうイベント欄みたいなのあるわけですよ。週末どこに行きましょうみたいな、レジャーコーナーみたいなのあるわけですよ。ちょうど風俗コーナーを見てたのを隣に覗かれたような気がして、ペッてめくると大体風俗コーナーもものすげえやつ出てっけどね。まあね、でそのまあ一応なり阿波姫っていう意味ではまあ同じ。阿波姫って多分言葉に出したの僕日本で最初だと思いますよ。あれは雑誌とかに漢字で載ることはあっても言葉にはなかなか出さないものだって僕思いますから、まあそんなこんなでね、でそのレジャーコーナーを見てたら、カニカニカーニバル2開催って書いてあったんですよ。でカニカニカーニバルってなんだと。でしかも2ってことは1回目の大好評にお答えしての2だとなるわけですよ。でいてまあそれがこう食べるっていう、食べるとか見るとかこう楽しむとか遊ぶとかあるじゃないですか。食べるっていう欄にあればまあそういうもんだろうと思いますけど、そうじゃなくて見るのところにあったわけです。そうなんかね、八景島シーパラダイスの中にある水族館でカニカニカーニバル2が行われるらしいんですよ。で大好評の一段に続いて2がいよいよ開催されるって書いてあるんですよ。で俺完全に1を逃しちゃってるんですよ。すっごいと思うのよね、八景島シーパラダイスって言ったらですよ、今こう世の中ああいうさ、なんつうの、ああいうのなんつうんだっけ、ディズニーランドとかああいうさ、テーマパークね、テーマパークの中でさ生き残ってるわけじゃないですか。関東近県は全部その何、ディズニーランドやられてる中生き残ってる、あの八景島シーパラダイスの水族館がそれだけ力入れてやるっていうことは、これすげえのやってんじゃねえかなって。だからまたこう文章を読み進めていったら、世界中のカニが大集合ね。前回のワンでは50種類だったものが今度は100種類来るらしいんですよ。前回のその50種類で最後ですよ、もう2をやってくれ、2をやってくれとね。カニカニカーニバルを見ちゃった後もう何を見ても楽しいとは感じられないとね。もう私は人生抜け殻のようになってると。あれ以来ベガスに行こうがですよね、それからあとモナコに行こうが面白いことはもう何もないと。2をやってくれっていう人がいっぱいいての、2が今度倍増なんですよ。でそこにまたさらに、まあそんなでかい欄じゃないですから書いてあったことには、代表的なアニメですか、例えばオールスター勢ぞろいとかね、それから有名アーティスト勢ぞろいとかって時にさ、もう世界中のスターが大集合って時には、例えば宇多田ヒカルビーズをはじめ100人のみたいな、こう代表的なところをが書いたんですけど、そこが青いカニと縦に歩くカニ他100種類ってあれ代表を取ってるやつが弱いぞと。これはすごく代表を取っている人がかなり弱いけれども、ただカーニバルだからなっていう。だってわかんないけどあれだよね、青いカニね、なんだ青いカニか一匹ポンって言うだけじゃ、でもカーニバルになっちゃうとすんごい量、まさかであれですよ、単にダジャレでカーニバルってカニだからカーニバルとは思えないですから、青いカニもさ、なんか見たわ、なんとか島っていうところにカニが大発生した映像を見たわね、なんかもうありとあらゆるクリスマス島のカニの大発生の映像って見たわね。もうクリスマス島を上空から見るとあっけんだから。ほんで道路とかはもうカニで敷き詰められたような道路になってて、車がもうそのカニ踏んじゃうからすげえパンクしちゃうみたいな。で家の中までカニが入ってくるから、もうカニを掃除しなきゃならないぐらいの、カニだけの燃えるゴミ燃えないゴミカニぐらいの、その分け方するぐらいの大発生してる映像を頭に浮かべて、あれでも驚くのに青いんじゃねえのかとね、これは行かなきゃいけねえと思って、ほんでそのま
全く無視したんですよね。日刊現代も東京まで読み終わっちゃったんで当時捨てちゃいましたし、そのことはすでに頭の片隅にあったんですけど完全ガン無視決めてたんですけど、したらね、たまたま野球を草野球を火曜日にやった球場がその八景島まで京浜急行で1本だったんですよ。あ、なんだこれ、家帰るよりも八景島シーパラダイスの方が近いなと思って、ってことは、あ、そういやカニカニカーニバルやってんじゃんみたいなことになって、これは絶対行かなきゃ全員巻き込んでと思って草野球やってて、その後暇っていう連中連れて行ったさ、八景島シーパラダイス生まれて初めて行ったさ。そしたらカニカニカーニバル2開催中の文字がどこにもないんだよ。俺の感じではもう京浜急行で俺八景島シーパラダイス初めて見るけど、京浜急行の窓から真っ赤になってると思う。まあ、もしくは青いカニなら真っ青になってる、もしくは八景島シーパラダイス自身がもう横に少しずつずれてんじゃねえかぐらいの、それぐらいのイメージで行ったんですけど、まずその八景島シーパラダイス自体は普通の八景島シーパラダイスなんですよ。でまた駅降りてから投げんだここが、なんかそのもう駐車場とかそういうのを取って通っていくんだけど、行っていつまで経ってもそのカニカニカーニバル開催中の文字がなくて、したらなんかこう駐車場を越えていよいよ館内入ったなあたりでやってると、一応やってるっての書いてあって、したらよく見るとなんかね、乗り物乗るところとか水族館とかいろいろこう部分部分に分かれてるらしいの。だからこう全体を上げてっていうのも水族館エリアだけを上げてみたいなやつだから、ちょっとあ思ったより小規模なんだなと思って、で行ってしたらその水族館はこの先ですよみたいな通路行ったら、入り口のところにそうね1メートルかけ3メートルぐらいのベニヤにあのポスター貼った感じのカニカニカーニバルの入り口で、あのどれぐらい大々的かっていうと、あのカニカニカーニバルのためのカニのイラストみたいなんじゃ、あれがシールで、あの門中っていうかその何水族館の門中にまあところどころ貼ってある感じ。この規模はすげえと、これは大変なことになってるっていうんで中に入ったのだが、じゃあ前編が終了したところでですね、まあ、カニといえばこれですね、ガルガスペシャルで祭りの準備。ほいでさ、もうさ、あの行く前の段階でさ、俺はその日刊現代で情報を見てるからさ、まあ実際とか少し想像ついてんじゃん、要は100種類のカニがドバっているだけみたいな印象あるじゃないですか。ほんでいて、まあその家に帰るよりは八景島行った方が近いぐらいの立地で野球やってたわけですよ。でまあ外れる可能性っていうか、まあ、何をもってカニカニカーニバルが当たりかどうかは知りませんけど、まあ、外れる可能性は大なわけですよ。だって野球昼間からだって深夜放送を開けて野球2試合やってヘトヘトの状況ですから、その状況から言って一人で外れた時にこれやべえなと思ったから、一応その周りにいたその若手のお笑いとかに、あ、今からさ、カニカニカニバル2行かねえか、つったバカが乗ってきやってさ、何人かさ、もう、はっきり言って、田代32の頭の中には食えるって意識絶対あるよね。だって、あの、その前に入ったロイヤルホストでご飯少なめにしてたもんね。いつも大盛りなのに、ちょっとご飯少なめにしてないって、このバカ食うもんだと思ってやるとは思ったんだけど、何人ぐらいいた？大勢で行ったぞ。田代32、あと、桐畑徹、それとね、ヒットマンっていう二人組の河野林だね。それから、リプレイ外しっていう3人組の中から誰なんだよ、もうわかんねえよ。リプレイ外しの、高橋ね、それからあとヤスのヤスの全部で、1,2,3,4,5,6 とあと構成の渡辺7人で、とにかくいいからついてこいと。あの、カニカニカーニバル2だっていうことで、で、行ったさ。で、まあ、水族館のも入り口、なん、水族館ですかみたいなテンションにはなってんだけど、で、もうここで帰られてもムカつきますから、すっげえんだぞっていう、もう大好評の第1弾について第2弾で、今しか見れねえようなやつが、100匹いるんだから、って中入ったわけよ。したらね、水族館を上げてのイベントでもないのね。水族館4階建てぐらいの、一階部分の三分の一ぐらいのところに仕切りを作って、そこにカニカニカーニバル2が開催されてるんですよ。ダッシュで12秒ぐらいかな。だいたい頑張れば、その全部こう、順路を回るのに、それぐらいで。で、一番最初にこう、バーンって入ったところで、つかみですよ。つかみが、もう見たこともね、怪我にね。一度ももう、怪我にと、びっくりしたのが、怪我にと、ロボットのカニなんですよ。
それ一種類に数えちゃうのっていう感じで、ロボットっていうのもびっくりするようなロボットじゃないんですよ。あのね、あのロボットの横のところに例えば NASA とかソニーとか燃えるでしょね、書いてあったらイメージとしてはタミヤっていう感じのなんかやつがいるですよ、いたですよ。それでこれ嫌な予感すんなみたいな感じでなんか入ってったら、イメージはでっかい水槽にワンサカカニじゃないですか。すごいもう絨毯がごとくカニじゃないですか。それでいてそれにをちょっと若手芸人中覗いてみ覗いてみ出してドーンつってダジロをちっちゃくちぎってカニがこう大勢で食べてダジロ32がもうもののすげえなあんだけちっちゃくちぎって食べたけどこの量いるとものの2分だなみたいなね、元さんダジロ32のもうカニがちょっとあんまもう硬いから嫌だっていうような部分だけが残るみたいなやつを俺想像して若手芸人をいっぱい連れてるわけですよ。一種類目のカニで田代32を食べさせて、二種類目に切り肌トールを食べさせようみたいな意識でいるんですけど、そうね、大体ね、どれぐらいの大きさって言ったらいいのかな、五臓島のあのさ、海苔の、味付け海苔のこう小さい袋なんじゃんか、あれがいっぱい入ってる、緑の蓋のさ、あとプラスチック製の瓶わかる？あんぐらいの、あんぐらいの中にカニがポツン、ポツンっている感じ。しかももう、100匹、100種類中の、6種類目ぐらいに、八景島の周りにもいるカニとか書いてあるから、それは、そのタレントさんはおかしいだろう。そのタレントさん来日してないじゃん。ある意味、そこにいたやつじゃんか。わかんねえけど、ビートルズでポール・マッカトニーの次は、成田空港の周りでぼーっとしてたやつみたいな、そういう感覚でしょ？わかんねえけど。そういう感覚でいらっしゃるんですよ。で、15匹目ぐらいのところでは、その変な、その水槽の中に、バラバラの何かがあるだけのやつとかあるんですよ。お前、絶対生きてないよね。だから、そこの横のところに、年のうち300日ぐらいはバラバラだけど、たまに元に戻るやつって書いてあれば、すげえと思うけど、バラバラなんだよ。だもうカニ同士で、コンビ別れだよね。二人でおそらくどっかから、九州あたりから、東京のその八景島でちょっとカーニバル出るからって来たんだけど、途中で何なんだろうな、お前のツッコミが悪いって言ったのかなんかわかんないけども、それで弾みでバラバラにしちゃったと思うんだよね。で、あとね、珍しいカニもいるんだけど、大体が擬態するカニだから、どこにいるかわかんないんだよ、ね。ずーっと。すげえすげえ言ってて、一つすごいのいたんだよ。なんかさ、なんつったのかな。岩でも、結構、本当にボツボツの変な形の岩にそっくりなカニがいて、これはすげえな、いかにも岩だと思ったんだけど、ちょっと見るとその岩の下のところに明らかにカニなやつがいるんですよ。俺はこの岩をすごく目を凝らして2分ほど見たけれども、擬態するカニのコーナーにいるけど、こいつ、そんなうまくねえぞっていう、やつだよね。なんか例えばそっくりさん番組で言うと、続いてはこの方ですって一番最初にこうやってパッて出てきたやつが、なんか浜崎あゆみすっげえそっくり、そっくりだそっくりだと思ったら、それは、の真似をしますっていう浜崎あゆみのプロモビデオの方をまず褒めちゃって、その後に微妙なやつ魔女っぱなの魔女っぱなの微妙な女が出てきちゃった感じの、お前かーみたいなやつの、まあ、連続でずっとカニカニカーニバルは終わっていくんですけど、一匹すげえのいたな。丸いカニ。なんか、野球のボールぐらいの大きさのカニで、で、もう最初の基準が、一番最初のもう前半の時点で、最初に想像してた、パッと見た途端に、うわ、すげえ、うわ、すげえみたいなカニは、諦めたのね。もう、それはその規模を想像していくのは絶対間違ってるよっていう。なんかそれはもう、玉川の土手にメジャーリーガーを探しに行くようなもんだから、それは俺が間違ってるんだっていうことが、すごい、あったから、だったら俺の基準を変えて、旅館で朝起きたら、海のそばの旅館で、お吸い物ですよって、お椀を出されて、開けたら、いたら、おーいって思うぐらい。開けてみたら、岡田さんこれ何ですかっていうぐらいのびっくりでも、まあびっくりあれば、だって、前半のやつはそのびっくりもないもん。だって、八景島の周りにもよくいるぞって書いてあるんだから。そのびっくりもないじゃんか。した後半来て、だいたいこう次の水槽に行く手前のところで頭の中でお吸い物のワンを思い浮かべて、開ける動作をしながら見たら、別にでもいいなってのが多かったんだ。一匹だけ、野球の何球ぐらいのまん丸いカニ、
どう歩いてんだお前みたいなやつがいて、あいつがお吸い物の中にいれば相当驚くわ。お吸い物の中にいたら、あと変な、すべすべまんじゅうガニの、でかいやつみたいなのがいたんで、それは逆に言えば、お前何食わせんだって意味では、すごいびっくりしたかもな、ぐらい2匹がいて。で、あとね、真ん中のところにカニを触れるコーナーってのがあって、これはもう、すんごいリアクション取れるところじゃないですか。だってお笑い芸人軍団と言ってんですから、うわ、痛い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 、見えるところじゃないですか。したらなんか、ほとんど動かなくなってるようなサワガニと、あと、元カニだったパーツがあって、なんかこう、そっちの方がリアクションでかかったんだろうなっていう、こっちよりもそいつがバラバラにされる時の方が絶対リアクション高かったろうなってあって、だとその後、あれいた。あれびっくりした。サワガニと全く同じ形のカニなんだけれど、カニ道楽の灰皿ぐらいの大きさのやつ。サワガニいるじゃんか。手赤くて、なんか背中茶色くて、で、アメ横とか行くと、あれそのまんまのやつのさ、スナックがいっぱいいるやついるじゃんか。あれだとすると、特用マッチぐらいの大きさなの。甲羅が。あれはびっくりした。で、しかも、あれ街、普通に、田舎の沢を歩いてて、あいつが出てきたらすごいびっくりすると思うんだけど、その3匹ぐらいなんだよね。それが、うわーって言って、それで言って、私の、見てみな、私の30ちょっと見てみな、ドーン痛い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 だったら、すごかったんだろうけど、フェスティバル要素がこれがね、本当に薄くてね、まあ、カーニバル要素ですか。これ下手したらダジャレかな、ダジャレ。ダジャレかな。だからさ、逆に考えるとさ、ワンは大好評だからツーなわけじゃないですか。きっと俺の勘ではワンすごかったと思うんだよね。ワンは50種類だったらしいんだけど、でもそのワンが大好評でのツーじゃないですか。アメリカの映画であるパターンの、こう、ワンがすっげえ売れたからツー作ろうと思ったら、なんか俳優が難色示してる感じ。なんかその感じで、そのワンの50種類の中には、なんか甲羅の模様が、大塚アナそっくりな、もう、大塚アナ、今日朝番組、カニか、みたいなやつとか、もうなんか、みんな見たらびっくりするやつ、なんかわかんないけど、もう、スケルトンのやつとか、なんかカニ味噌すごい見えちゃってて、全部見えちゃって、お前大丈夫、大丈夫っていうようなカニとか、から、どっからどう見てもサイにしか見えないんだけど、カニの一種のやつとか、そういうやつだよね。あとなんかこう、係員の人、すいません、この水槽何もいないんですけど、これ何ですか？カニかみたいな、そういうやつね、ブク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 。お前、警備会社の服装そっくりだもん。で、顔とかもいかにも警備の人の顔をしてるのに、カニかとか、そういうやつね。あと、もう背中にあらかじめ日水のマーク入ってるやつとか、そういうやつとか、あとなんか、カニを食べて生きてるカニを食べて生きてる。カニを食べてるカニとか、そういうやつとかをもうあらかたやったんだけど、もうそいつらはすいません、今イギリス公演の方で忙しくて、みたいな。マネージャーの方が、いや、ワンのギャラだと、あそこからすごい知名度上がっちゃってるんで、ちょっと無理ですわ、なんて言われて、くそにやろう。うちで売れたんじゃねえか、おめえは、みたいな。その、ケジマル人たちが、でも、カニバル自体お客さん入るか、わかった。あいつらもう細っ。新人数で使ってこうじゃねえか、みたいな話で、各国電話して、すいませんけど、まだあらんま、そんな外出ない実力そんななくてないんだけども、そこそこ面白いお笑いで言うと赤いプルトニウムみたいなカニいませんかねみたいな、そういう形で来たやつだから、やや丸いとかで勘弁されてんのかな、あれな。で、おかしかったのは、多分日刊現代見たんだろうな。カップルで来てるやつとかいたわいたけど、反応はまあ薄かったな。すっごい薄かった。おかしいのが、カップルで多分日刊現代を見た方が誘ったとするならば、絶対男の方が誘ってるじゃないですか。ね。で、水族館だし、みたいなことで誘ってると思うんですよ。カニカニカーニバルって書いてあるし、誘ったと思うんですけど、まあ明らかに女乗ってないんですよね。そういう時の男って、不思議だなーとか言うね。横ですごい言うね。この女に悟らしちゃいけねえと、女ってから、このカニカニカーニバルの規模の小ささを、なんか、でもさ、こんなポツンってカニ見て面白いって言わせないように、でって言うと、こすみでこれ、変なとこ足ついてる、これ、変なとこ足ついてるみたいな。あと、
思ったより赤いよこれみたいなやつで、でびっくりしたね、青い感じいなかったな。あのそいつが一応俺の見た日刊現代ではトップ取ってたカニなんですけど、トップに紹介されたカニなんですけど、青いカニは俺ら行った時はいなかったな。だってカニだけにね、カニだけにあの砂に潜る習性のあるやつがいっぱいいるから100匹かどうか知んねえけど、そのうちの 2,30 は砂に潜ってるわけよ。本当のあいつらスター性がないわけよ、全然。カニとしてのスター性が全然ないから、あれかな、どうかなと思うんだよね。あと面白かったのは、その館内にあるレストランも、カニカニカーニバル記念って書いてあって、カニ雑炊とカニピラフが食べられるようになってたけど、それはどうかなっていう。なんかあのバラバラになったカニをどうしても頭から消すことができないから、どうなんだろう、それは、みたいな。で、またさ、その、言っとくけどあれですよ、その、こういう風に俺は言ってますけど、僕は、期待があっていって、そんなもんかみたいなことを言ってますけれども、逆に言ったら、僕は100点だと思って言ったら、それが60点ぐらいだったから、こういう言い方してますけど、若手芸人の連中なんていうのは、それだってさ、本来だったら家で寝てるしかないところは、あんだけのカニが見れてるわけですよ。あんだけの量のカニが見れてるっていうことは、それは、なんつうんですか、そこそこ感謝しても良さそうなもんなのに、もうちょっとなんかカニカニカーニバル2の、その、ふーってゆっくり歩いて10分ぐらいの、10分ない、10分ないな、うん、10分ない、テニスコートの3分の2ぐらいの大きさのスペースを、こう、行き終わったあたりでかなりこうテンション下がってるわけ。なんのためにこんなとこ来たんだみたいなことになってるから、したらその後普通の水族館になるじゃんさ。で、そこでじゃあちょっとこいつらを笑わせてやらなきゃ悪いなって意識になったから、ちょっとテンション上げて、こいつらのこの沈んだ顔を見てるのが嫌だったから、まず行ったらこう、オットセイ、セイウチかな？なんかいるわけよ。ね、いきなりドガーンっているわけよ。で、それ見ても、俺だけがすげえすげえ、セイウチって初めて見たとか言ってるのにみんな、なんかなみたいな感じになってるわけよ。なんか次行こうとしてるから、ちょっとここでテンション上げてやろうと思って、俺あれの、その、そこにいるさ、よく、説明してくれおじさんみたいなふりして、こうやって、こちらにございますのがですね、世界最大の、爬虫類、シロナガスクジラのうんこでございます、みたいなギャグを始めたわけよ、俺が。そしたら、全然食いつかないのに、たまたま来てた少年が俺の説明に食いつきなの、ものすごい。それで、へぇー、めちゃめちゃ信じてる。キバーンだぜ。キバーンって自らの意志で動いてんだぜ、セイウチ。なのに俺の説明聞いて、そうなんだって顔してて、お笑いは先行こうとしてるのに、そいつは俺についてくる形になってる。その小学校3年ぐらいのクソガキ。で、次ラッコがいたわけ。で、ラッコがいたから、で、またお笑いのやつに言うつもりで、こちらなんですけども、今日奥の方に行っちゃ出てこないんですけど、これ餌がこれでございます。で、ラッコの方を、すっごいでっかいのいるんですけど、餌ですって言ったら子供が、どれぐらい大きいんですかって俺に聞くんだよね。8メートルかななんつったらもう子供、すっげえ、この懐いたガキをどうにかしねえとダメな状況になってって、で、そのガキを巻くのにまだ時間かかって、あとでもいいもん見れましたよ、一個。なんかね、八景島のスターらしいんだけど、白い、あれ分類はイルカなのかな、クジラなのかな、白クジラって言ってたような白イルカって言ったようなわかんないけど、まあいるんだこの白いやつが。でいて八景島の CM だとなんか水面から顔出して手振ったりとかするやつ知らない、なんか今要はでっけえイルカの白いやつですよがいて、でそれがこうその水槽ででっかいプールの中にいるんですよ、いて、でなんか癒しのスターみたいなこと書いてある、癒しのスターの白イルカのなんとかちゃんですみたいなのがいるわけよ。でそれをみんなで近づいてったらすごいもんでさ、あんなさ、な、分類的には哺乳類なんだろ、まあ、要は魚じゃんか、別に。魚屋で切り身にしたら売るやつだろ、あれ。あいつが、ちゃんと向こうの方にいたのが水槽のとこまで来て、手っていうかヒレあんじゃん。ヒレを振って、ニコーっていう感じで、自分たちの前で止まるの。ほいで、他の、その、切り旗の前とかも行って、一人一人にこう、あいつを振りまくの。水槽の中から。おい、これは可愛らしいもんだなと思って、ちょっと遅れて田代32が来たら、こいつが、田代32だけ、めちゃめちゃ切れんのよ。俺たちには手振ってんのに、いきなり水槽に3回ぐらい体当たりしたと思ったら、水の中にいた上に、あの水族館の水槽のガラスを通してるのに、ふぉーふぉーって聞こえる声で、水の中からだよ。ふぉーって言った上に何度もあの、ガラスガーガーンって頭ぶつけて、で、俺らの時には、俺たちが勝手に追ったかもしれないけど、笑ってるみたいな、口閉じて笑ってるみたいな、目も閉じてニコーってやるのに、田代にだけ口開けて、ふぉーふぉーバーン
バーンって行くのよ。で、まあ、ちょっと、あ、ちょっと、向こう行ってろ、向こう行ってろ、つって。田代が行くと、また周りにいるやつ、まんべんなく本当に来て、ニコニコしてて、で、なんかさっきはこう、わかんないけど、例えばで言うと、俺たちで言えばご飯粒が、その、あの変なとこ入ったみたいなもんなんじゃねえかと思って、また田代が近づいてくと、もう、てめえをやらすんじゃねえよ、お前や。言ったろ、さっき来んだって、みたいな。異常だよ、異常。だってあいつら超音波とかで喋るんでしょ、本当は。な、本来で言えば超音波でいいところを、おめえ超音波じゃわかんねえみたいなの言ってやるぞみたいな感じで声出してるわけですよ。いや、真面目な話、くるっと前に、それこそ他のお笑いのヤスとかが行くと、普通にニコーってあ、どうも僕ヤシです。あの、何もできないんですけど、皆さんもこういろいろ疲れてるんでしょみたいな感じになるわけですよ。他にもこう切り方通るとか来ると、もとニコーって手を振りながら、あ、どうも切り方さー、なんつって。日々あれですよね、作ったネタを、コント山口くんにダメ出しされてストレスが溜まってると思いますけど、いいじゃないですか、それもみたいな感じで来るんですよ。ね。でいて、バイト先でサボってんの3日っても気にしない方がいいですよみたいな感じでやってくるのに、たしかてめえこの気にやこれやろ、なんだお前は、みんな俺を見るなみたいな感じになっちゃうんで、それだけお前面白くねえんだよみたいな感じになっちゃうんだよね。なんかね、売れないわ、絶対売れないわみたいになっちゃうんですよ。あいつ変な異常事態だったよね。あのね周りで見てる人も引くぐらい、周りでその見てる人も自分にはだってなんか嫌なもん見ちゃった感じっていう、すっごい嫌なもん見ちゃった感じ。俺らで言うとよくあるのは、雑誌とかで写真の取材があるときにカメラマンさんって優しいんですよ。ちょっと笑って、イジさんちょっともうちょっと笑いましょうかみたいな、いいわいいとか言うんだけど、その人が横に連れてるカメラアシスタントっていうフィルムを装填したりとか、それからあと何、あのフラッシュの光具合を調節する人に対してだけすごい怖いんですよ。大抵そうすると、イジさんいい、かわいいかわいいかわいい、はいはい、もう一本いきます、もう一本、お前さあと3枚なのわかんだろお前よみたいな感じのやつ、あの感じなのよ。お前楽屋裏全部見えちゃってるよみたいな感じなのよ。なんかお前本当に優しくねえだろみたいな、わかんないけど、イメージしてもらいたいのは、小倉優子ちゃんの握手会に行って、小倉優子ちゃんとかにありがとうございます優子にはみたいな話をしてるところを、帰り道にふーっとドアが開いてる楽屋の中見たら、こう小倉優子ちゃん、お前おねろ、お前のチンポコペンチでつねってやろうかみたいな、そういう、やりませんよ、小倉優子ちゃんやりませんけども、ね。お前、仕組みちょちょ結びにしてやろうかみたいな感じのトーンを見ちゃった感じで、これは好きに、どうしたらいいんだろうな、これみたいな感じのやつで、あれ、今思えばなんですけど、あんなこと見たことないし、俺たちも面食らっちゃったよ。だってあの勢いでガラスに頭ぶつけてたら、下手したら割って出てくんじゃねえかこれ。バリンザバーって後に後ろのヒレで田代の顔をバーンっていうぐらいのトーンで来てるし、顔も明らかに怒ってる顔だから、立ち泳ぎのまますっげえ怒って、すっげえ怒って、そのな、上半身で頭ガンガンぶつけて、ぶつけ終わったらすっごい睨んで口開けて、バーバーだから、あれ多分映像撮っといたら、あれ、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビ送ったらすげえ金になったと思うよ、なんか。あ、特製の時計とかもらえてたと思うよ。何なんだろう、田代32の何に来てんだろう、あれかな、何パターンかあるわね。だけどに、田代だけってことはありえない、動物だから。なんかパターン認識として、例えばその時着てた服が、いや違うわ、だって野球の会だからみんな野球のユニフォーム着てるから、なぜかこの笑い芸人たち野球のユニフォーム、北も八景島行ってますから、野球のユニフォームに怒ってんならみんなに怒るわけですよね、絶対ね。だから、あれか、34なのに若手って言ってることとかか、それに対して切れてるのか、あと、わかりやすいハゲのくせに、ベレー帽をかぶってることかな。変な、ハンチング帽か。あの、ハンチング帽って、取れよ、おめえよみたいなことなのかな。だから、いろんなハゲとかを呼んで、どれに怒るのかですよね。だって近所に普通に、そのすぐそばに普通に子供を連れてきてる、まあ、田代と同じぐらい髪の毛薄い人、下手したら田代より薄いおっちゃんとかいたけど、その人にもアイスを振りまいてましたから、なんだろう、あ、中途半端なハゲ具合かな。ハゲてんのに、みたいな。ハゲてんのに、あの、僕はスポーツ狩りです、みたいな。僕はスポーツ狩りなんです、みたいな態度が気に食わないのか。
あと、お笑いの給料の6倍ぐらい牛乳配達で稼いでるんだから、お前は牛乳配達なのにもかかわらずお笑いを名乗ってることなのか、あとはあれかな、ライブのネタ見せで、山口くんと武田くんに出されたダメ出しを一切、守らず、心の底で、山竹さんのセンスが古いんじゃねえのみたいなことを思ってるところを、意外に山竹さんのあの病院コントが好きな、病院の、これは奥さんは助かりませんみたいに言うと、旦那さんの最終学歴が大事なんですよ。旦那さんの最終学歴は何歳なんですかと、武田くんが、要卒です手術は成功ですっていうあのコントが、すっごいもしかしたらあの白イルカが好きで、その山竹さんに対しての態度が気に食わないみたいな、それを掴んでるのかもしれないんですけど、あれまた実験とか取り行く、あれ絶対カラクリテレビに持ってったら、あ、カラクリテレビ賞金出るよね。なんか面白い、あの、ズームイヤーだとかあるんじゃない？ああいうので、面白いビデオ送ったら賞金出ますとか言ったら、絶対出るって。で、その後、こう、上、あの、館内放送で、あの、動物のショーが始まりますみたいなのが、みんな動物のショー行こうぜみたいな話して、動物のショー行ったら、途中でその、白イルカもやるのよ。白イルカもなんか、あの、ちゃんとね、お客さんの方に来て、お客さんにこうやってみんなで手振ったりとかするんだけど、で、俺たちも見てりゃさ、可愛いとかすげえと思うじゃん。あんなもんだって、うちで犬一匹しつけられねえのに、あんなもんがちゃんとこう、言う通り来てさ、手振って、みんな、こう、扇形の観客席全部に手振っていって、上半身だけ出してこうやってたり、こうなんかこう、あの、その、フォーメーションで泳いだりするのとか可愛らしいもんだからさ、すっげえなと思ったらさ、田代だけなんかさ、あの、あんじゃんよく、テレビじゃニコニコしてるけど、あいつ街で会うと嫌なやつだぜみたいな、ああいう顔でずっと見てるんですよ。で、あれ思ったんだけど、なんか、その、八景島の人には内緒で、お笑い芸人のこういう取材ですっつって、行かせよっか。あの、なんか、調教師にチャレンジみたいなやつ。俺、下手したらすんげえもう、カニの大群で見たかったやつ。俺がもともとはカニの大群で見たかったやつが、下手したら白イルカが、下手したら白イルカが、下手したら赤く染まる可能性、白イルカの口の周りが真っ赤に染まる可能性とかも、あるぐらいの怒りからだよね。あれ、あの日だけなのかな？また行けばなのかな？あの怒り方は多分次来たら、お前絶対頭熱い来て田代と目やつんかに、お前ちょっと笑うと思った。逆にちょっと笑うと思った。お前来たんだみたいな、感切れの笑い方すると思うよ。下手したら一回バーっていなくなって、あれ、上がステージに繋がってるやつだから、上が、あの、要するに、俺らは3階ぐらいで水槽の上、まず田代が凄まれてて、4階に行くとステージになってるから、ってことは4階繋がってると思うんですよ、あの水槽は。ね。だからきっと、一回、お前ちょっとそこで待ってるよ、みたいなことで、ドッパーンって上出て、エレベーターで降りてくる可能性あるよ。エレベーターで降りてきて、お前言ったよな、この間な。言ったよな、っていうの始まるかぐらいの、怒りからなったよ。何が癒しだみたいになったもん。いや、なんか、あれですよ。あの、ファックスで来たんですけど、千葉県柏市ラジオネーム野村武蔵さんから来たんですけど、カニカニカーニバルで Google 検索をかけてみたところ、竹の浜カニカニカーニバルって書いてあって、2002年冬、第10回が行われたって書いてあるらしいんだよね。だ2002年以来、忽然とやってないらしいんですけど、もしかしたらこれ以降、その本拠地を、昇格みたいな、その形で本拠地を移して八景島でやってんのかな。あと、島次郎カニカニカーニバルダンスビデオっていうのがオークションに出品されてるみたいって書いてあるんですよ。え、カニカニカーニバルに島次郎って、あれでしょ、あの虎のやつでしょ、あの、島次郎と、なんとか島の島次郎でしょ、ってことは、なんかあいつが来たのかな。でも来るようなステージはなかったから、カニカニカーニバルは全国でやられてるもんなのかわかんないんだよなぁ。うわ、もうなんか第1回目行った人とかいないのかな、ファックスで。よかったら、カニカニカーニバル1に行った人は、そこにいたすげえやつ。で、また、水族館こうやって歩いてるさ、当然普通の展示コーナーにさ、あいついるのよ、高足ガニっていうでけえやつ。あの、まあ、あの、水族館特有のあの、湾曲したガラスのせいかもしんないけど、でっけえやつ、あれか、の、高足ガニ、2メートルぐらいに見えるじゃん。足広げると2メートル、1メートル50ぐらいに見えたりするんじゃんか。あいつはカーニバルの方には来てないんだよね。
カーニバル美女と高橋ガニのおたわむれショーみたいなのあれば、それはすごいと思うけども、これやべえなと思って見ちゃうけど、あいつ来ないんだよね。なんかね、世界最大のカニとかそういうの言ってくれるもんだと思ってたんですけど、あんまそうでもなくなんですよ。ただカニマニアは必見だと思いますよ。いろんなカニ見られますから。だからなんかこの大きな期待を持っていくとあれだなっていうのありますけどね。それよりも、八景島の関係者の人が聞いてたら逆に気を悪くしないで、田代32っていう芸人と、白イルカか白クジラを、組ませたらすごいことになると思いますよ。おそらくあのイカリオだから、イルカショーみたいなのもやってんじゃん。そうそうだ、イルカショーってのもすごいな。あんな奴にどうして言うこと聞かせられるのかがわかんないわ。いかにも言うこと聞かなそうじゃん、なんか。あいつにどうしつけてんのかわかんないけど、まあそのか、なんか笛吹くなり、こう合図するとぐるっと回って、中央にあるの、上の方にぶら下がってる、その、ビーチボールみたいな、パーンって、水面から2メートルぐらい上にあるやつ、パーンってやったりするんだけど、おそらくあそこに田代32を吊るしておけば、あの勢いだとおそらくすごいと思うよ。大きく飛んで体巻きつけてそのまま水中に持ってくぐらいの芸は、絶対すると思うんで、絶対行った方がいいと思うぞ。あれやった方がいいと思うわ。ちょっと今度実験に行こうや。同じような髪型だとどうなのかとか、年齢だって36の俺に対してはアイスを振ってんですよ。でも34の田代32に対しては、めちゃキレですよ。ほんと、めちゃめちゃキレてましたから。わ、俺の悔しいなって、そうは言っても伊集院さん大げさでしょって思ってるとしたら、逆に半分しか伝わってないと思うよ。尋常じゃなかったんだから。なんか本当に尋常じゃなかったんだから。なんかこう、本当に、だって、あいつ、ぬいぐるみの売り場みたいなショップもあいつばっかりなのよ。あいつのその白イルカばっかりってことは相当人気者なわけよ。で、ちびっことかも買ってったりしてたから、すごい可愛いから買ったりしてたから、あんななんつうの、悪い顔見せたこと今まで一回もないと思うんだよね。多分ね、あんなことを田代以外にも何度もやったらもう2ちゃんで袋叩きになってると思うんですよ、絶対。スレッドバンバン立てて、白イルカ裏表あるみたいなことで、あいつ見ましたみたいな。ダウンタウンデラックスとかでもバンバン出されてると思うんですよ。あいつ、いつもすごくニコニコ笑ってますけれども、裏じゃ何してるかわかりませんよ、みたいな感じじゃないですか。ショックとしてはいつもワールドビジネスサテライト楽しみにしてた、あの人が手鏡持ってたなんかよ、もう落差の多い。日じゃねえよ、落差的には。落差的には、あの芸があって利口、白イルカは利口だね、みたいな感じの人だから、ちょっとすごいことですよね。なんかね、興味深い。学術的に興味深い。イルカっていうのはあれぐらい、なるもんなのか。パンダは小猿を食うらしいんだけど、追い詰められると小猿を食うらしいんだけど、それの映像と同じぐらいショッキングだと思いますよ。パンダはヤギを襲ったりしますからね。あれぐらい、落差のあるっていうか、感じだな。タレントで表現すると誰とかになるかな。いつもニコニコしてんのにみたいな。伊集院光のスポーツ魂の時の顔でラジオの投稿ぐらいの、それ以上の、だからほら、伊集院光どんなにテレビでニコニコ吠えんでても目が死んでんじゃん。あいつは人のものを盗む目じゃんか。だからそういう意味ではみんな気づいてると思うんだけど、そういうところもないから、なんか思うな。街で見かけたアドちゃんが渋谷の壁のところに、皆殺しって書いてる感じかな。渋谷の壁のところにも当然リボンシトロンの猫描くのかなと思ったら、皆殺しって書いて、ねえ、阿鼻叫喚のアーに土に帰るの土でアドじゃみたいな、そういう感じの、あのギャップの怖さみたいなすごいありましたね。ちょっとこれもう一回 CM 挟んでコーナー行きます。時間が中途半端になっちゃったので、もうちょっとだけカニカニカーニバルをちょっと掘り下げさせていただきたいと思うんですけど、今ファックスの情報に従ってちょっと、検索してみたら、その、竹野町カニカニカーニバルの方は、まだ全然違うイベント。なんか竹野町っていうところが、その、めちゃめちゃカニが取れるところらしいんですよ。で、それに合わせたカーニバルらしくて、その、水族館でただ、じっとしてるカニを見るのとは違ってて。だからこれ行きたいか行きたくないかってのは微妙なんですよね。トップのイベントがカニ海産物販売、セリーチ。これいいですよね。で、その後の、カニのサンバサンバ大会っていうのがまず。何なんでしょうか。ダジャレスタートでカーニバルってつけたんだけれども、カーニバルって言ったらサンバがなきゃダメだろうみたいなことで出来上がった。ものなんでしょうか。で、三つ目のイベントでですね、カニ増水早食い競争って書いてありますから、この時点で、
おそらく、なんつったらいいんですかね、あの、ほのぼの、地方局のほのぼのニュースには取り上げられる。あつ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 みたいなやつ。まあ、リアクションはこっちの方が取れますよね。お笑いの若手と行くんならこっちの方が絶対伸び伸びとはやれますけどね。で、最後とかもカニと何にも関係なくビンゴゲームって書いてありますから。まあ、これも、平成15年の12月にやったっきりですね。やったっきり、全く触れられなくなってますね。何県なのかな、この。白崎郡竹野町竹野って書いてありますから、兵庫県の上の方だね。上の方の、本当にカニどころでやってるやつですね。それと、島次郎の、カニカニカーニバルのビデオについての詳細なんですけれども、これもね、単に横歩きするダンスと思われますね。15分のビデオですね。カニカニカーニバルビデオって書いてありますね。島次郎のダンスカニカニカーニバルビデオですって書いてありますね。カラー15分 VHS ですけども、これも、要はカニカニって来ちゃうとカーニバルっていうダジャレは誰でも思いつくっていうことはすごくわかりましたね。だからこれもしかして結構たまにあるのは、1は面白くて、2はそうでもないんだけど、3でもう一回面白いみたいなケースもあるじゃないですか。3に期待でしょ。世界のカニが1種類。ね。だけども15万匹。それの方が。だからもう、そしたらもうデコレーションとか水槽とかいらないですから、その普通のフロア全部にカニをうわーって離して、歩くとポリポリ、ポリポリ音がするぐらいの、本当にあのクリスマス島の再現ですよね。そうするといいかもしれませんよね。ねえ。でも僕自体はカニとかを見てるのが嫌いではないですから、あ、なんか不思議だな、こいつらと思って見てますから、そんなに嫌じゃないですよね。だから、カニカニカニはじゃあもう2で終わりにしましょうよ。次違うやつやりましょうよ。セミ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 の方みたいですよ。セミセミもううるさくて鼓膜がどうかなりそうだっていう、もう行くとワンニャカワンニャカあらしいよ。なんかアメリカで17年ゼミっていうセミがいて、それの17年の周期に入るんだろ今度。なんか17年に一遍こう大発生して卵を産んで、それで幼虫も17年間あの幼虫は土の中にいるから、また17年後にドバーって出てきて、でまたその16年間は、いやー俺がちっちゃい時さすげーセミいてさ、嘘だこの辺セミいねーよーって言ったらまたうわーってなるらしいから、ああいうやつ集めればいいですよね。タイトルは当然セミセミセミナールですよ。それは 100% ですよ。満場一致でセミセミセミナールですから、ああいうのをどんどんね、あの、やってほしいんですよね。カニカニカーニバルもなんかフィナーレの日にはすごいこととかあんのかな。フィナーレの日はあの丸いやつも食ってみようみたいな話があるのかな。あの丸いカニは、いや、まだ、なんかね、変な話、感じとしては、普通のちっちゃめの小ぶりの毛ガニに空気入れた感じの丸さなんですよ。丸い。毛ガニの形のボールを作ろうと思ったら、ああいう感じになると思うんですけど、見た目は。で、これこの地方しか取れなくて美味しいんですよって言われたら信憑性はあるよね。なんかその中にすごい身は詰まってそうだから。あれなぁ、あいつのこの、あいつとのでっかいサワガニだけだな、今のところ俺の中に残ってるのはなぁ。他はね、それほどでもなかったんですよね。まあでも皆さんよかったらですね、カニカニカーニバル2の方にね、皆さん足を運んでいただいて、あと自分は白イルカに切れられるのかられないのかっていう感じ。でもよかったよ、あれ白イルカで。水の中の動物だから。よかったじゃん。あれがなんかわかんないけど、バイソンとかだったら、街歩いててもちょっと怖いと思うもん。あいつ逃げた日には、家にいたら心配ないわけじゃん。田代32も、家にいればあいつは水が繋がってないところには絶対来ないっていうことがあるわけじゃないですか。あるけど、バイソンとかだったら感じとしては、お前夜道気をつけろよみたいな感じの怒り方だったから、あれもし陸の動物だった場合には、なんか平穏に暮らせない感じ、なんかこう、あんじゃんか、街とかでとんでもない、こう、あの、怖い人とか人間とかつけられると、しばらく外出たくなくなる感じの怒り方だったんで、あ、ちょっとよかったら、皆さんの動物、イルカに関しての、なんていうんですかね、保護キャンペーンとかやってる人とかは、調べた方がいいですよ。本当に、イルカはお友達とは絶対、多少30人はもう言わないと思いますもん。